again. Redskins. やっほー、アミです。はい、今回はですね、チョコレートこってりブラウンメイクをしてみたんですけど、もう今すでに出来上がっている状態です。こってりブラウンメイクって言えるのかわからないんですけど、してみました。メイクの途中で何個かポイントがあるので、一つ一つ動画を見ながらチェックしてみてください。じゃあ早速動画の方へゴー。じゃあ早速メイクをしていきたいと思います。今回使っていくのが、下地が結構こっくり系のものを使いたいんですけど、ポール&ジョーのモイスチュアライジングファンデーションプライマーの01番を使っていきます。これを手に取って広げていきます。このまま筆で伸ばしていきます。ファンデーションが触れたらコンシーラーをしていくんですけど、コンシーラーを使うのがこちらのジョンセンムルのフェアライトっていう明るさの色味を使っていきます。これを今度は目の下に塗っていきます。質感で言うと、なんか結構こっくりしてるからしっかりカバーって感じが好きな人にはおすすめです。これも筆で同じように広げていきます。この目の下から上に向かって、はい、ファンデーションができました。じゃあカラコンをつけていきます。カラコンが今回モラクのコーラルブラウンっていう色のやつを使っていきます。これはなんか撮影の時とかに私がよく気に入ってつけてるカラコンです。実際につけてみますね。これつけたらなんかハーフの子の目の色みたいな感じになる。こっちつけてる方で、こっちがつけてない方です。はい、じゃあ次パウダーしていきます。パウダーはこちらのエレガンスのラプードルオートニュアンスのフェイスパウダー6番を使っていきます。なんかこんな感じです。 T ゾーンから順番に叩いていきます。じゃあシェーディングをしていきます。シェーディングがこちらのアートクラスのバイロダンシェーディングを使っていきます。なんかこんな感じです。これをくるくるってして、私は左の顔のここの頬骨が出てるので、ここにシェーディングと右のエラのこの部分が張ってるので、それぞれ違う場所にシェーディングをしてます。自分の顔のバランスをよく見ながらシェーディングをしてあげるといいです。できたら次眉毛描いていきます。眉毛最近ハマってるのがこのファーシーズのペンシルです。03番使っていきます。眉中から眉尻まで描いていきます。かけたので次筆に移っていきます。筆って思った人がいると思うんですけども、実は私最近ちょっと眉毛の描き方を変えまして、眉頭をペンで描くと濃くなっちゃうんで、このキャンメイクの3 way slim シェードライナーの02番を使って眉頭を最近描いてます。っていうのもめちゃくちゃ先が細いので、これを使って一本一本眉毛を生やしていきます。これマジでいいから買ってほしい。眉毛のバランスが全体的に描けたら次中埋めていきます。ヘラのアイブロウパウダーを使っていきます。これのこの2つの色を組み合わせながら色を塗っていきます。だいたい眉中から眉尻までを濃くで、眉頭はあんまり塗りません。眉毛の中が塗れたら、さっき使ってたファーシーズのさペンシルのこのスクリューブラシの方でちょっと全体的にぼかしていきます。描いてる感が出ちゃうから、特に眉頭のところ、眉マスカラをしていきます。眉マスカラがこちらのクリオのヒルブローカラーブローラッカーの04番レディッシュブローってやつ使っていきます。さっき使ったアートクラスバイロダンシェーディングを使ってノーズシャドウを描いていきます。ノーズシャドウで本当に印象は変わるからね。まずこの鼻の鼻根の部分をする。でこの時にこの真ん中の色を基本的に使ってください。でそのまま縦線ですって。次がこの一番濃い色と真ん中の色をミックスして鼻先を描いていきます。
ノーズシャドウが完成しました。じゃあ早速アイシャドウに移っていきましょう。今回使っていくのがこちらエチュードのプレイカラーアイシャドウのレザーショップ。色がこんな感じです。これとあともう一個ディオールのバックステージアイパレットの003番アンバーっていう色です。これめっちゃ TikTok でバズった色です。今回はこの色たちをミックスしてチョコレートっぽい色を作っていこうと思います。プレイカラーアイシャドウの土台となる色、この色、一番端っこの割れてる色、この色を取ってアイホール全体に塗っていきます。アイホール全体に薄いベースの色が塗れたら、次にディオールのこの茶色の色、これを二重幅全体的に塗っていきます。若干目の粘膜部分が濃くなるように意識して塗っていきます。だからこういう場合はあれだね、目の粘膜から近づけて描いていくと多分うまくいく。はい、二重幅に塗れたら、次目の下の粘膜をこの中ちょっとこの一番反対側の端っこの色を使って塗っていきます。こんな感じで反対側も同じようにしていきます。アイラインを引いていきたいと思います。マージーのザ・ヘリテージペンアイライナー、こちらです。これのブラウニーの色を使っていきます。アイラインが描けました。で、このアイライン描けたんやけど、このここの部分もちょっと印象強くしたいから、ラブライナーのミルクブラウンっていう色味があるんですよ。私が使ってるのがキキララのコラボのやつなんですけど、これの一番薄いミルクブラウンっていう色を使って目の目頭粘膜を埋めていきます。オッケー、じゃあこっからグラデーションをしていきます。っていうのも、この一番濃い色をちょっと取って締め色としてここの部分に塗っていきます。力に気をつけて。じゃあラメつけていきます。ラメはディオールの方あんまないんで、こっちのレザーショップの方使っていきます。この小粒なラメを筆で取って二重幅にのせていきます。で、次この子を涙袋に塗っていきます。はい、じゃあ最後に締め色で真ん中の色、この色を使ってこのここの部分塗っていきます。アイメイクはこれで終わりです。最後マスカラしていきます。マスカラがヒースの茶色のマスカラなんですよ。これを使ってマスカラしていきます。茶色です。はい、マスカラつけれました。じゃあチークとリップとあとハイライトだけね。チークがこのマージーのザ・ヘリテージチークの BL3 バーントシエナ、これを使っていきます。ハイライトはこのファーシーズのハイライトを使っていきます。こんな感じです。これを鼻筋と鼻先、ほっぺたの横の部分、この口の先っちょ。最後リップ塗っていくんですけど、今回こちらのリカフロッシュ6番のループブラウン、これを使っていきます。色こんな感じです。メイクがこれで完成したので髪の毛をセットしてきます。着替えてきました。髪の毛は超ドシンプルに前髪センター分けの結んでるやつにしました。いかがですか？なんかね、最近クマがやばくてちょっと隠れきれないんですけど、今回のメイクは結構うまくできた気がするんですよ。近くで見るとこんな感じです。
なんかアイラインを薄くっていうか長くしてないので目をあんまり下げらずにどれだけ雰囲気が出せるかっていうのをやったんですけど、そうなんかリップがちょっと物足りないなって思ったのでマージーの M4 番っていうリップを追加でちょっとつけさせていただきました。めっちゃ良くないですか色的に。これが私流のチョコレートこってりブラウンメイクです。ツヤを結構足すことによって大人の雰囲気がすごい出るの。特にこの鼻筋と鼻先はこのファーシーズのハイライトめちゃくちゃいいから本当に買ってほしいのと、デパコスのアイシャドウで何か買いたいっていう人はこのディオールのパレット、これイエベさんすごい使えるのでぜひ買ってみてください。でリップに関して大人っぽく出したい場合は今みたいにちょっと濃い色を足したりとかするとものすごくいいので皆さんもぜひ真似してみてください。今日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。